にちは、ハイバック広報室の田村一位です。いや、来てください、こちら新型 FFM 小上熊野、ふぅいいですね。でもこれはまだ後のお楽しみ、今回はですねこちら、これなんとヘルズキです。今日は横須賀ですよ。それではタイトル行ってみましょう。前回の缶詰では農林水産省バズマクさんで配信した動画の裏側をご覧いただきました。トーク後のカレー対決では缶飯レシピを使った隊員手作りカレーで辛くも勝利。そして今回は完全勝利に向けた最後のカレー作戦、対決の舞台は横須賀護衛艦てるづき。果たして聖カレー券を握ることができるのでしょうか。それでは本日のゲストを紹介します。農林水産省はい、はい、どうぞ。それでは本日のゲストを紹介します。農林水産省バズマク長谷瀬九州の白石さんです。白石です、よろしくお願いします。はい、はい、まあ白石さんはですね、はい、もう農林水産省一押しのスーパースターですから。いえいえ、我々私たちの缶詰の先輩でもありますからね。まあ YouTube ではですね、はい。で今日は、はい、この護衛艦てるづきを、まあ、ちょっと見学いただきたい、はいはい、海上自衛隊がどんなことしてるのかを知っていただいて、はい、最後はてるづきの護衛艦カレーを召し上がっていただこうと。いや、それがめっちゃ楽しみなんですよ。すごく美味しいってお聞きしたんですけど、はい、いやでも農林水産省のカレーもめちゃめちゃ美味しいので、いやどんなものなのかなとちょっとこう、まあ、あの別の動画でもお話ししましたけど、はい、まあ、海上自衛隊のカレー食べたら、はい、他に行けないですね。いや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 。まあでも今日は、はい、護衛艦のカレーが、はい、まあ、どれだけ美味しいのかというのを実際に召し上がっていただいて、はい、ぜひ美味しいと言ってもらえたらいいですね、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。頑張ります、ありがとうございます。今回のカレー作戦の舞台である護衛艦てるづきは、照り輝く月に由来する秋月型護衛艦の2番艦で横須賀を母港としています。海賊対処行動や諸外国との共同訓練にも参加するなど、海外経験の豊富な頼れる艦艇です。最近ではとある映画にも出演し話題になったんですよ。さあ、それではいよいよ護衛艦てるづきに乗り込みます。作戦その1、まずは護衛艦てるづきをご案内。艦内を案内してくれるのはてるづきの後藤一位。護衛艦のことをしっかり説明してすごいと思わせる作戦ですね。護衛艦の装備や環境などをご案内。ふんふん、めちゃめちゃ嬉しそう。作戦は順調のようですね。続いてバズマフご一行は館内へ。この日のメインイベント会場となる食堂へ向かいます。よいしょ。調理長の真中です、よろしくお願いします。今日ちなみにカレーはチキンカレーなんですか。はい、あ、チキンカレー。おおー半粒で見てきましたからね。あ、半粒でやったのはあの大波という船のカレーなんですけど、このてるづきめちゃくちゃ美味しい、ね、作戦その2、調理の様子を見学していただき、海上自衛隊の給養員の凄さを肌で感じてもらいます。よだれでそうですいや、またこの食材の段階でよだれ出されたのがちょっと、この段階ですよ、この段階で一番美味しそうに見えます。すごい。
して技を繰り出してくれてますね。一方、白石さんは、さすがは農林水産省、お米に夢中です。どうですか。いや、すごい手つきがかっこいいですね。白石給養員のパワーを感じてもらってますか。力強いですよ。で、あの木べらが1キロあるんですよね。1キロあるように見えないけど。デザイン長で撮影中ですけど、調理長としていますか。すいません、もう一度お名前伺ってもよろしいですか。調理長の田中です。よろしくお願いします。今日のメニューちょっともう一回教えていただいていいですか。今日はチキンカレーメインで、サラダとゆで卵、なんかめちゃくちゃ贅沢ですね。やっぱカレーにはゆで卵ですね。そうですね。そうですね。人によって違いますけど、今日のチキンカレーのなんかポイントって、ポイントは鶏肉がちゃんと残るように一回焼いて、あとで入れる。これですよ、これ。はい、焼いて。さあ、もうフォローありがとうございます。存在感。あ、これもね、この段階でもういっちゃうかいぐらいね。これだとダメですよ。はい、あと隠し味にチーズ、そういうのも気にしてるんですか。そうですね、隠し味にも使えますし、最後トッピングでも、はい、好みがあるんで、はい、控えめにしといて、はい、はい、で、トッピングで。じゃあ、 あの辛いのが苦手とかいう人のためにも、はい、抑え気味で作って、はい、辛めのソースを入れて、はい、じゃあ辛いのが好きな人はそれで、はい、どこまで気遣いが行き届いてるんだと。これが海上自衛隊の護衛艦カレーですよ。今日ですね、農林水産省の方にカレー召し上がっていただくんですけど、ぜひ美味しいと言わせたいんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さっきも農林水産省のカレーさんに来たんですけど、やってくださいね。美味しいの作って、かっこいいの出ました。これ今何の工程ですか。ポテトですかね。そうですね、これカレーに入れるジャガイモなんですよ。カレーのジャガイモ。そうですね。すごい、なんかこんな細かい綺麗な、これ揚げたてですか。あ、揚げたてです。このままいっても美味しそうですね。このままいっても美味しい。美味しい。たまに酢飲みです。なるほど。趣味でやってた程度なので、やっぱ仕事ってなるとまあ本格的にね、たくさんの上品のカレーとか作ってるさあ、そうこうしているうちにご飯が炊き上がりましたよ。肝心のルーはというと、これは勝ちましたね。完全勝利に向け気合の入っている給養員、調理前の作戦会議の様子がこちらです。はい、注目、切り替え。日常の中でやってきたことを時間なく発揮しまって、
農水省の人にね、美味しいと言ってもらえるカレーを作ろう。カレーね。はい。はい。よし。やって。はい。ありがとうございます。それでは本日、ロイカンテル好きの中岡農林水産省社員が見ましたかね、今。農林水産省さんに見学してもらってますけど、まあ、いよいよご飯も炊き上がって、カレーを召し上がっていただくということになります。まあ、海上自衛隊の護衛艦のカレーをしっかり感じてもらいたいと思います。今に見てろよ。着々と、お、ゆで卵ですね。ゆで卵です。やっぱりカレーにはゆで卵ですね。カレーにはゆで卵ですね。はい、いよいよカレーを食べてもらえる時が来ましたね。いよいよこの時が来ましたね。そうそう。あ、ほかほか。はい。うわ。仕立てです。お国前で。じゃあ私は半分ずつ、いただきます。半分ずつ。こっちで、またメリックライスも。かわいく。ちょっとルーが素材の。力強い盛りですね。そうですね。ここでターメリックライスのダムを作り、そして一回水につけて穀米のダムをここに作り、そしてここにカレーを流し込むという。なるほど。はい、学ばれましたね。そうです。隊員の方から学んだダム盛りです。これがダム盛り。ここに、あ、もう決壊しましたね。じゃあ、で、ここにも入れられてますよね。そうですね。あ、すごい。じゃあ、すいませんけど、じゃあ贅沢に、ありがとうございます。盛り付けの仕上げにはお好みで粉チーズと給養員の気持ちのこもったポテトをトッピングして完成です。これが渾身のダム盛りです、ね、これがダム盛りですね。これこそこれこそがダム盛りですね。隊員の方に教えていただいたので、ちょっといよいよですね。ドキドキしますね。いや、緊張してますわ。このカレーをメインに、はい、今日朝から撮影してるので、そうですね、もうクライマックスが来たかというか、まあ、実はもう最後私たちもこの瞬間を本当に緊張して待ってたんですよ。なるほど、はい、まあでもどうなんですかね、もう海上自衛隊のカレーを食べれば他のカレーは食べれないとおっしゃってましたけど、やっぱ農水省のカレーをほぼ毎週食べてる私としてはあまり簡単に美味しいとは言いたくないなと思うんですよね。なるほど。本当に美味しいのか、かなり辛口でいきたいと思いますので、カレーだけに、はい、しょうもないコメントでも油断はできません。ちょっとカットしてください今の。いよいよ海上自衛隊と農林水産省との長きにわたる戦いに終止符が打たれる瞬間がやってまいりました。護衛艦テル好きのチーズチキンカレー、一口食べました。バズマフ白石さんは美味しいと言ってくれるのか。なるほど。いいですか。
ちゃんと取れてます。すいません、あのおかわりいただいてもいいですか？めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。二人とも美味しいと言ってもらえてよかったですね。これにて我々の作戦も無事完了。白石さんをはじめバズマフの皆さん、わざわざ足を運んでいただきありがとうございました。はい、今回の缶詰は農水省バズマフから白石さんをお招きして護衛艦手手月の見学とカレーを召し上がっていただきましたが、いかがでしたか？いや、まずカレーがめちゃくちゃ美味しかったです。そして、まあ、護衛艦ですとか隊員さんとかとこう間近に接すると、やっぱりこういった皆様の仕事によってこの国が守られてるんだなっていうのをしみじみと感じることがありました。本当に貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日食べていただいたカレーは、はい、チーズチキンカレーでした。いかがでしたか？チーズチキンカレーはですね、やっぱり給養員の方の愛も感じましたし、やっぱりこれを食べて隊員の皆様がこう訓練の活力にされてるっていうのもすごい伝わってきました。美味しかったです。よかった。美味しかった。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回テレ月の給養員がこちら主役で出ましたけれども、缶詰はこれからのコロナ特集お品ご紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。バズマフもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。